前ご出身、はい、お住まい、はい、言えないものがなくて大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、松田康介です、はい、出身は東京都で、今も在住東京の世田谷区に住んでおります。家族構成は、私と、妻と息子の3人とあとは猫1匹おります。はい、はい、ありがとうございます。すみません、お仕事とかは。はい、仕事ですね、まあ、ちょっとここに、まあ、はい、自転車置いてあるんですけれども、こういった、まあ、スポーツバイクですね、うん、まあ、このちょっとちっちゃく S 書いてありますけど、まあ、スペシャライズドっていう、まあ、まあ、自転車のメーカーがあるんですけど、そこ の、まあ、ショップで、まあ、働いております。これがスペシャライズドマークマークですね。はい、ありがとうございます。松田さん結構受講歴が、はい、まあ、長いというか、いつ受けられたんですか。そうですね、2017年の5月、森先生の、できる人は超短命の本を、まあ、ちょっとひょんなことから、まあ、書店に並んでたんですけど、それを手に取ってで読んでみて実践をしてみて、やっぱり自分でだとうまくいかなくて、で、まあ、端末の方にうまくいかなかったら相談してくださいと書いてあったので、まあ、それでメールを打ったのがきっかけで、それでまあ説明を受けさせていただいて、で、まあ、その日にも決めました。そうですね、今思い出してきました。そうですね、もう、もう5年も経つので、昔のことのような気がします。はい、はいはい、そうですね、やっぱりうまくいかない時とかもすごいいっぱい経験して、まあ、こう他人で、調子よくできてる時、うまくいかなくてっていう時と繰り返して、まあ、ようやく最近、まあ、ちょっとうまくいくようになったというか、はい、まあ、かなり劣等性的なところがあるかもしれないですけど、はい、いや、その時には確か、何でしょう、奥様と ご結婚されたばかり、結婚したばかりですね、で、子供がちょっとできたのが分かった頃だったんですけど、家事と仕事と、ね、運動も全部されてるっていうのを聞いて、なんかスーパーマンみたいな生活を、そこまでではないです、はいはい、環境の変化も、何でしょう、あるような、はい、猫も飼ってました。猫もそうでしょ、いましたね。あ、はい、それは先生、変わらず小鳥くんでいただいて、まあ、しばらく経つと思うんですけど、はい、まあ、一番苦労したりとか、こういうところに最初一生懸命気をつけておけばよかったとか。正午の、まあ、2時間、そこでこけてうまくいかなくてっていうのが結構あったりとか、環境変化とかでストレスかかって、まあ、崩れてしまったりとかっていうのがあって、うん、ネチャスリープの、まあ、オフラインのイベントですとか、オンラインのイベント、まあ、ね、積極的に参加したりとか、まあ、5年経ちますけど、まあ、プレミアム の、 そのサポートっていうのも入らせていただいて、でそれでやっぱりこう気軽に相談させていただいたりとか、そういうのを、まあ、活用させていただいて、まあ、うまくこう活動できるようになったかなという気がしています。もともと何時間ぐらい。もともとですね、結構その睡眠悩んでて、うん、なんかよく眠れないみたいなところがあった時だったんですけど、はいはい、結果的になんか起きて寝て起きて寝てみたいな感じになってしまって、多分10時間ぐらい寝てたと思うんです。結果的には、まあ、世の中的には寝た方がいいよとか、ね、寝ないとなんか調子悪くなるよって言われたことに対してすごい違和感を覚えてるところもあったので、はい、まあ、そこからそのできる人は超短命の本が、まあ、きっかけになって、まあ、それはすっとなんか内容が入った気がしたんですけど、他と言ってることが違うというか、ただやっぱり、まあ、本で見て学ぶだけだと難しいなっていうのはすごくあったので、やっぱりそれが受講して教えていただいて、まあ、実践することで、まあ、うまくできるようになるっていうのも、まあ、体験の一つなのかなというふうに思っております。今こうどういう感じの、まあ、生活ですね。今起床時間として設定しているのは朝4時ですね。でそこから、まあ、少し、デスクワークというか仕事をして、朝、まあ、5時に4435研究所という、はい、コンテンツの、はい、オフラインに入れて参加させていただいて、でその後、まあ、ちょっと軽く自分でも運動して、そこから、まあ、出社をして、まあ、お昼からそのお店が開くんですけど、うん、で仕事をして大体8時9時に、まあ、終わって、でそこから戻ってという感じです。お店が、まあ、千葉の幕張にあるので、はい、ちょっと通勤時間かかるっていうのはあるんですけど、あ、まあ、ちょっとこう新規の、まあ、出店というかっていうのは去年から、まあ、お店オープンして、今の生活になってるんですけど、うん、まあ、ちょっと短命じゃなかったら今の生活はしんどいかなっていう気がしますね、うん、そうですね、睡眠時間を基準にしてはなんかできないなっていうのとか、時間帯を気にしてっていうのは結構
減らせれるんじゃないかな、うんうん、こうまあちょっと取り組んでいただいて変化したことなら、はい、まあ変化という意味では本当、うん、良い変化もあれば多分どう捉えるかだと思うんですけど、うん、良くない変化も多分あって、うん、その中でこうまあ過ごしていて、でも結果的にやっぱり単身での生活っていうのを選んできてるような気はするんですよね、うんはい、まあそれがやっぱり自分のやりたいこととか、まあ、家族の時間とか、まあ、全部やっぱりそういうのをひっくるめて実現できるそういった生活スタイルになるかなというのもあって、やっぱりすごく大きいですね、受講して、まあ、変わったなというところで、うんうん、まあ、以前育児とかも、はい、そうですね、だいぶ大きくなりましたけど、ね、もう4歳あ、そうですか、そうですね、生まれる前にまあ受講してたのが良かったなと思うんですけど、うんうんうん、生まれてから本当にまあ、授乳期というか、はい、やっぱり 夜泣くのが妻にとってはすごいやっぱストレスだっていうのもあって、うんうん、当時神奈川県の厚木市に住んでたんですけど、あ、はい、でまあ、連れてって車ベビーシート乗せて、宮ヶ瀬湖って厚木から少し、うんうん、ダムの方ですね、上がっていくと、あ、はいはい、すごい広いというか、うん、そういった地域があるんですけど、はいはい、まあ、その宮ヶ瀬湖の周りをぐるぐる回ったりとか、朝方帰ってきてその家に子供抱えて戻るっていうか、いい車の中でずっと子供が、ね、寝たりとかですね、するネイチャースリップ多分ね、学ばなければそんな発想もなかったんですよ多分ね、やろうとも多分もなかったと思います、ね、奥さんもありがたいですよね、なんか大体、まあ、そうですね、まあ一定のそういう理解をやっぱりしてくれたりとか、もともとのその受講のきっかけもそこというか、自分の時間もちろんなんですけど、やっぱり家族と過ごす時のことっていうのはやっぱり第一優先というか、そこがまあ来てたっていうのもあるので、モチベーションなのか分かんないですけど、まあ、あるのかなと思いました。結構ご自身の時間だけじゃなくて交流の時間も踏まえてってなると、確かに仕事時間が長いとどうしても難しくなっちゃいますので、こういうの。そうですね、まあ、今はちょっと仕事変わってそのお店やり始めて、やり始めてっていうか、まあ、これ雇われなんですけど、やっぱりそのちょっと仕事にかかる時間はすごく増えてしまったんですけど、まあその中でもうお休みの日とか、まあ、帰ってきてから少しこう子供と接したりとかっていう時間も自分が余裕持ってこう対応できるというか、過ごせるっていうのもまあ良さかなと思います。なんかそういう、何でしょうか、余裕があって起きてくれてるお父さんって、子供がまあちょっと大きくなった際にも嬉しいんじゃないかなって思います。やっぱりその、まあ、今コミュニケーションすごく子供も良さになって喋るようになって取れるようになって思いますけど、まあ、そういったのってすごく取れる時間、もちろん仕事も大事だし自分の活動っていうのもすごく大事ですし、子供も授かることができて、そのことを、まあ、そういった時間を共有できるっていうのも、まあ、すごくかけがえのないというか大事なところかなっていうふうに、まあ、思っておりますので、まあ、すごく本当に良かったな。で、受講している方も今増えてきて多いと思うんですけど、できるだけその講師の、皆さんと接したりとか、そういった相談できるっていう関係性を、まあ、うまく積極的に、まあ、作っていただいたりとか、まあ、自分からかかっていくというか、そういうふうに今していく人って多分うまく他人で生活ができる人が多いんじゃないかなと、受講生の、はい、方です。はい、おっしゃる通り、そうです、ね、これもうめっちゃ失敗しまくってるそのたんびにちょっと、はい、サポートいただいてというような、はい、それの繰り返しで、まあ、5年くらい来てるのでちょっと失敗して、やっぱり他人で自分には向いてないとかできないとか、うん、なんかそういう風には思ってほしくないとか、うん、はい、っていうのをなんか旗から見て、はい、感じることがあったりというか、はい、自転車もそういうのもあるかもしれないですけど、こうスキーとかスポーツとか、まあ、やはり徐々によりどんどん上手くなっていくとは思うので、失敗したら合わないんじゃないかとは思わずですね、ご相談いただけると、ね、はい、みんなきゃあっという間にできるようになるみたいなね、そのなんか変な期待値があるのかなとか思うんですけど、自転車もいきなり多分乗れるようにならないですし、そのいきなり速くなったりとか上手になるとかってなかなかやっぱりなくて、やっぱそういう練習をして繰り返しやっていくことで上手になるっていうのがあると思って、まあ、睡眠も一緒かなと、まあ、あと一生ね付き合うものなので、ぜひまだ取り組んでない方も、取り組んでる方も、まあ、焦らずこうやってみていただけたらなと。お伝えさせていただく内容って結構ショートスリープ行ってなくても結構良かったりする内容っていうのは全然
なったりするので、まあ、睡眠のこう満足感とかご自身の寝たい時間寝られるようにっていうあの目的でも活用できる内容っていうのは結構あると思います。もう僕みたいに悩まなくなるだけでもめっちゃ価値あると思う。あ、確かに、はい、やはりあのいろいろご質問を定期的にしていただくってすごく、まあ、大切で、ちょっとわからないとかで、まあ、つまずくとそのまま転んでしまったりとかやらないっていうのはですね結構あると思うので、まあ、そういうちょっとしたことをこう聞いていただくと、はい、やはり取り組みやすさは全然違うかなと、はい、思います。という感じで、では、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。